トラノーを踏む男たちは1945年に制作され、1952年に公開された日本映画である。監督は黒沢明。主演は大川智風次郎と江本健一。モノクロ、スタンダードサイズ、59分。脳の畑とそれを下敷きにした歌舞伎、肝心蝶をもとに同契約である江野本演じる協力のエピソードを付け加えて、 喜劇仕立てに脚色した作品である。黒沢初の時代劇映画であるが、終戦を挟んで撮影されたため、終戦直後の GHQ の検閲によって1952年まで公開が認められなかった。1945年、黒沢明は、食、姿、三四郎を取り終えた後、大川千風二郎と江本健一主演で、桶狭間の戦いを描いた、どっこい。 この槍という作品を企画したが、戦時中のため、馬が調達できず、急遽同じ主演俳優を起用して、本作を作ることになった。この企画は、肝心帳を元にして、脚本をすぐに書ける上に、セットは一杯、ロケは撮影所裏の林で行うことができるため、配線直前の物資不足の中でも制作が可能だった。撮影中に終戦を迎えたため、 新中軍の兵士たちが撮影を見学しており、その一人にジョン・フォードがいたという。また、マイケル・パウエルもスタジオを訪れたという。本作では、脳の形式が意識的に取り入れられている。タイトルの、虎のを踏む、男たちは、洋曲、あたけの一節、虎のを踏み、読者の口を逃れたる心地して、道のくの国へぞ降りけるから取られており、劇中では、 洋曲の一節が現代的な音楽にアレンジされ、ボーカルフォアが商談の合唱により歌われている。洋曲のほか、歌舞伎の下座音楽、祭り林、神楽などの伝統音楽も使われている。そのため本作は和製ミュージカルに位置づけられることも多い。また、本作では肝人調をパロディ化している部分もあり、本来ならば、弁慶の見せどころである飛び六方は、 同契約の絵のもとにやらせている。本作は GHQ の検閲により、吉常と弁慶の手術の忠義を描いていることから、GHQ が日本政府に出した反民主主義映画の除去の覚書に沿った反民主主義映画の一本に選ばれ、上映許可が認められなかった。1五十二年三月三日、反民主主義映画に認定された映画のうち、CIA の通達による、 第一次解除映画の一本に含まれ、ようやく上映の金が解かれた。同年4月24日に一般公開された。ありがとうございます。